穏やかな人。生まれ続けるアート。静かに流れる時間。受け継がれる文化。誇りある歴史。暮らしに息づく色彩。最大の島、本州の西端にひときわ鮮やかな色彩を放つ場所があります。山口市。その昔、西の京と呼ばれ、絢爛豪華な文化が花開き、京の都と雅を競い栄華を誇った町。ここはかつて大内氏という殿様の本拠地でした。そして今は県庁が置かれ、山口県の行政、教育、文化の中心都市です。大内塗。山口を代表する伝統工芸品です。今より500年から600年前、西国一の力を誇った大内氏は、アジアとの貿易を独占して行っていました。その重要な貿易品が漆器でした。大内塗は朱色をベースに金箔を用いることや、華やかな文様が特徴です。大内氏の祖は百済国清明王の第三王子林昭太子と言われています。その大内氏が壮大な館を構えていた地には、現在大内氏にゆかりの深い寺が建っています。金箔を貼った京都風の皿など、大内氏の華やかな暮らしぶりが想像できます。西国一の殿様だった大内氏は、京都の将軍に戦いを挑んだこともありました。瑠璃光寺五重塔は、その戦で亡くなった大内義弘を供養するため、弟の森春が建立したものです。屋根の曲線が美しく、室町時代の優れた建築物として国宝に指定され、日本三名塔の一つに数えられています。国際感覚豊かな大内氏のもとには、世界中から多くの文化人が訪れました。中国の詩人張栩もその一人で、山口の名所10箇所を歌った漢詩が今も残っています。山口から中国へ渡って水墨画を学び、帰国後日本を代表する画家となった日本人もいました。彼の名は雪舟。この大内氏ゆかりの寺の庭は雪舟が作ったものです。この風景は心の風景、雪舟が中国の風景から着想を得たとも言われています。
美しいもの、最先端の文化を積極的に取り入れた大内氏。この頃、宣教師サビエルも山口を訪れています。大内氏は彼を通じてヨーロッパの文化も受け入れました。山口は国際交流の先進地、今も世界に向けて最先端の情報芸術を山口情報芸術センターから発信しています。傷ついた白虎が温泉に足を浸してその傷を癒したという伝説を持つ湯田温泉。その歴史は古く、大内氏の時代の800年前に遡ります。泉質はアルカリ性単純温泉、肌をすべすべにする効果があり、美肌の湯として人気があります。矢倉と木造和風の建屋湯の屋、地下約500メートルから温泉温度約62度のお湯が湧き出る様子を2箇所の覗き窓から自由に見ることができます。その他、湯田温泉には散策途中に楽しめる足湯もあります。山口市内には他にも温泉があります。アジス温泉は含有量の高いラジウム泉で、動脈硬化や高血圧症などに効能があります。山口は自然が豊かな町。長源の里は日本の昔の農村の風景を再現した体験交流公園。紙すきや竹細工、そば打ちなどを体験できます。名勝長門峡は自然の宝庫です。水の流れに耳を澄まし、冴え渡る空気を吸い込んで、水墨画を思わせる渓谷の中をのんびりと散策してみてはいかがですか。そこでしかできない体験は、旅を思い出深いものにしてくれます。これは山口の伝統工芸品、大内塗の橋作り。山口ふるさと伝承総合センターで体験できます。日本の伝統文化といえば着物。美しい着物を着てゆったりとしたひとときを過ごしてみませんか。萩焼も山口県を代表する伝統的工芸品です。今から400年前、萩で始まりました。日本の茶道で特に評価の高い萩焼、その伝統は山口市でも受け継がれています。美味しいものに出会うことも旅の楽しさの一つです。海に囲まれた山口県は寿司はもちろん海の幸の宝庫。アイオは車エビ養殖事業発祥の地として有名で、刺身や塩焼きなど新鮮な車エビ料理を一年中食べることができます。
室町時代にその起源を遡ると言われる伝統の味覚ういろう。ほんのり淡い小豆の色と風味、プルンとした口当たり、そして程よい甘さが特徴です。山口市はリンゴの産地でもあります。自分の手でリンゴを収穫して味わってみませんか。この地域一帯は西日本一の規模の観光リンゴ園です。貴婦人の愛称で親しまれる C571SL 山口号、山口県の玄関口でもある新山口駅を出発し、終着駅の津和野へと至ります。 SL 山口号に乗ってロマンいっぱいの旅を楽しめます。日本の春に欠かせない桜、大内市館跡近くを流れる一の坂川は桜の名所として知られています。春には桜、初夏には国の天然記念物に指定されている源氏蛍が乱舞するなど、四季折々のロマンチックな散策道となっています。徳佐八幡宮も桜の名所、370メートルの道の両側に約300本もの桜並木が続いています。桜の季節に行われる湯田温泉白子祭り、白子が温泉を見つけたという伝説を持つ湯田温泉で行われ、温泉が湧き出ることに感謝するお祭りです。山口の夏は山口祇園祭から始まります。大内氏の時代、京都の祇園社から祭礼を招いて始められた伝統的なお祭りです。大内氏が父母の冥福を祈るために行ったのが始まりで、日本三大火祭りの一つに数えられる山口七夕提灯祭り、数万個の紅提灯が山口の夜を彩り、お祭り会場は熱気で包まれます。瑠璃光寺五重塔が佇む高山公園にキャンドルを点灯し、夏の終わりの幻想的な光景を楽しめます。秋は山口天神祭、神社に祀ってある神に菅原道真公を持つ古熊神社の例祭で、約390年の伝統があります。江戸時代の参勤交代を再現した華麗な行列が町を練り歩きます。そして12月、大内氏の時代、日本で初めてのクリスマスが山口で祝われました。毎年12月は日本のクリスマスは山口からを合言葉に、さまざまなイベントが市内で行われます。山口市の周辺にも魅力的な観光地はいくつもあります。ここは角島、美しい海で知られ、たびたび映画やドラマの舞台となっています。世界最大級の水槽を備えたペンギン村がある下関市の水族館海峡館、ペンギンと触れ合える体験が人気です。
山口県内には西日本最大72ホールの規模を誇るゴルフ場のほか、多数のゴルフコースがあります。日本最大級のカルスト台地、秋吉台。その下には数億年の歳月をかけて作られた鍾乳洞が広がっています。日本海に面した町萩は、城跡や武家屋敷など江戸時代に築かれた城下町がほとんど変わることなく受け継がれています。そして岩国市にある錦帯橋、今から340年前に初めて作られた日本を代表する美しい木造橋です。西日本一の栄華を誇り、独自の華やかな文化を開花させた山口市。その歴史と文化から山口の色と音は生まれました。時代を超えて今なお色あせることのない色彩と音色は、山口を訪れる全ての人々の心に鮮やかな記憶となって残り続けることでしょう。山口でお会いしま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 しょう。東アジアから山口市へのアクセスはご覧のようになっています。宿泊は周辺観光地への移動を考えると湯田温泉が便利です。